からやはりそのボールを受ける、そしてシュートを打つポイントですね、位置ですよね、はい、キックアウトで、ここは決めてきました、ソーソーのシュータルマ、いい形で持たせないですよね、このあたりはシュータルマではありますけども、強引に2人がかりできますが、アルマのスクリーンを使って、まだシムタ、ここで後半フックが決めてきました、後半選手でしたね、この縦からのパスはやっぱ止められないですね、右から左、白のユニフォームがアウェイの3円です、ゴール回る、後半、山内も来ますが、後半がゴールした、レアス池田のところだったと思うんですけどね、奪ったスティールです。アルマ飛び込む、そして後半のサポート、いいフォローでした、ファンコーター課題だったんですけどね、でキックアウトで外からアレンでした、おシーブタが拾った、そしてそのまま後半だ、フットバックダンク、杉本キムラモザク、後半とアレン、後半へいいパスが通ってアンドワン、この細川のシュートの確率というところ、これでも木村からいいパスが入って、そうですね、はい、木村選手も出たばっかでしっかりと、はい、パス出せたのが良かったですね、最近こう少しこう思い切りがなくなってた、アルマ選手やなんかの時はねポスアップしてきますけどね、今日はそういった選手たちがまた得点挙げている新潟、これもバッターモサクがここで奪ってから模索に対してオフィンでした、アンドワンです、後半へキックアウト、外でスイング、もう一度後半を使って、アンドワンだ、またこれだとフィジカルで、戦える選手さらにいなくなりますからね、3円は苦しい状況、さあ押し込む、そうですね、ここもファールできませんからね、ポストアップでいく、押し込んでいく、カーラウンド、このシュート決まりませんが、後半がここで受けてハンドワン、ハンザーがそのまま、おしかし守りきった、エンドのブロックを受けて決められませんでした、高いバウンズからの後半、